さあ、それではドラゴンクエストビルダーズ2の続きやっていきます。というわけで、じゃあまずはビルドレベル上げちゃいましょう。あ、お肉お肉、超暇、やることなさそうだもんね。何もないから、確かに戦いに明け暮れてるから町民たちはあんまり楽しくないのかもみたいな。さあ、ビルドレベルが2になったら、この衛兵たちがスクルトの呪文を覚えた。住人たちが城作りに参加できるようになった。お、そして兵士たちばっかりやってきた。なんか兵士たちってさ、民を守るためになんか一緒についていった的な話だったけど、全然民いないじゃん。あれはただの脱走兵という可能性は。さあ、城の飾り壁とか木の格子、うん、鉄の城門、城を守る出入り口の大きな門、これはちょっと気になる。城のくぼみ壁、かがり火、バスタブ、兵士用マネキン、兵士たちの訓練に使われるダミー人形、なるほど。煮込みの大鍋、寒い時に食べたい鍋で煮込んだ熱々料理、食器か、なるほど。鎧の置物を見て楽しむ、やりたてラック、うん、剣の壁掛け、戦いには使えない、なるほど。大弓、床に固定して矢を放つ機械仕掛けの弓、置いた後丸ボタンで矢を発射できる。これはなんかドラクエ1で、あ、ドラクエ1って言い方おかしいか、ビルダーズ1で見た気がする。バリケード、うん、なるほどね。わははは、ビルダーの鐘が鳴り、皆のものづくり力がまた一つ上がったようだな。これで僕たちもビルダーだ。これからは建築を手伝える。君と一緒に城の設備を作れるよ。鉄の城門に槍立てラック、大弓まで思いつくとは、これからの激しい戦いを予期してのことじゃな。鐘の音を聞いて去っていったかつての兵士たちも戻ってきたみたいです。一部の兵士がスクルトの呪文を覚えたようだ。これで戦闘中に守備力を上げられるな。これはいいことずくめではないか。トラニオ、よくぞ鐘を鳴らしてくれたな。へへ。さあ、トラニ、鐘の音でやってきたみんなと話をしてみよう。なるほど、うん。おー、すごい、 ブルンブルン震えながら。よし、お前ら整列しろ。なんだそのふぬけた面は。もうちょっとビシッと気を引き締め、んー、なんだって、まさかの、寒がってる場合か。不思議な音に導かれて城の跡地に戻ってきてみたら、まさか戦争が再開されたのですか。カッカッカー、そうじゃ、ん、どこにおるんじゃ。なんかびっくりしたぞ、怖いぞ、なんか横から顔出てると。ビルダーであるトラニのおかげでの。ん、ビルダー、教団の敵ではないですか。陣地内にそのようなものを入れるとはなんと恐ろしい。しかし、ハーゴン教団の教えを信じる我らにとって、戦い続けることこそが唯一の道なのに、なんで逃げてたの。これからは城に戻り、王と共に戦いましょう。どうかよろしく頼みます。うん、7人加わる。戦い続けていたいからこそ、敗色濃厚な時には一旦逃げて体勢を立て直したみたいな感じ。王様置いて、うん、なるほど。お、なんかよく見たらこいつら剣がなんか弱いぞ。いや、当たり前っちゃ当たり前か。7人も出てきたんだっけ。ちょっと待って、ガイアの剣いけるか。いけそう。はい、あれ今2本持ってた。まあいいや、よし。はい、あれ、あ、自分で持ってる分が1本数えられてるのか。ここ8って書いてあって、手
手持ちというか持ってる数が9っていうのはそういうことか。なるほど。君ん？だなんだ今のは。謎ハート、はい、はい、やっはー。こっちは古参兵、君は来たばっかり兵士地、こちらは、はい、よし、兵士 H、 G と H の差があんまりわからない。君を渡してない、はい、おおお、スクルト来た、プルッと来た。いや将軍アンドリック、考えてる場合じゃないよ、敵来てるよ、やーってやーって、うん、若いのに任せたみたいな感じ。ゼセルさんオッケー、ジロームさん、はいはいはい、お帰り、お帰りの途中申し訳ございません。あれ、じゃあ装備してる場合じゃない、はい。他にはあと一振り誰かが装備できるはず。おおお、わからん、確か8本持ってて7人来てるんだから、あと1本誰かが装備し損ねてるはず。わからぬ。おおおお、私ですみたいな。ちょ待て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 、ん？なんだ？なんか判定したぞ。はい、わかった、私にも剣をくださいみたいな。あれ、ちょ、さっき渡さなかったっけ、兵士 C ってかなり古参兵っぽいけど、ごめんね。あ、 C じゃなくて G だったかな。まあいいや。さあこれでなんとか渡しきったかな。とりあえず受け取り、よーし。いやー、慌ただしい。鋼も作っておくか、ドバッと。そんなにいるか、まあいいか、よし、ははは、近寄れまい。お、いいよ、これ自分は当たらないのすごいな、結構なんか肉とか置いてある、よし、お、破壊、いた、オッケー、まあ大丈夫そうでしょう。肉焼いとこ、よし、さあ次の任務は虎に魔法兵器も完成し、陣地内の設備は整ってきた。あとは縄文を作れればムーンブルク城の再建が完了するけど、君一人で縄文を作るのは大変だろう。そこでだ、この辺りでビルダーの鐘を鳴らし、みんなのものづくり力を高めてほしい。さっきやったばっかり、指導から聞いたんだよ、ものづくり力が上がれば僕たちも建築できる、そしたら僕たちも君を手伝える、それにあの鐘の音を聞けばかつての仲間も戻ってくるだろう、兵力も増えるに違いない。虎に人々の願いを聞いてものづくりのかけらを集めてくれ、そしてビルダーの鐘を鳴らすんだ。そしてできたのがこちらになります。ビルダーの鐘を鳴らしてくれてありがとう、これでハーゴン軍と戦っていけるよ。お、うん、ぐぐ、もはやこれまでじゃ、もうこのものづくり欲を止められん、わしも教団を抜けビルダーになろう。私もです、これからは私もトラニーさんのものづくりに協力させてください。お、トラニーだ、誰だ、いや、農家のおっちゃん、やや、君は確か最初の鐘で来た。俺たちも目が覚めた、これからはビルダーとして虎にのものづくりを手伝わせてもらおう。うむ、者どもよく申した、皆で物を作りハーゴン軍と戦うのだ。うむ、
次から次へと、なんだ、だ誰が言ってんだこれ。ハーゴン様の教えを破り、みんながビルダーになるなんて、そんなことを許されていいのか。うるさい、お主たちも今すぐビルダーになれ。これは王の側近たるわしの命令じゃぞ。王を差し置いてな。わかりました。では我々もすぐに。今後設計図で何か組み立てるときは収納箱に材料を入れてくれれば僕たちも建築を手伝うよ。ハーゴン軍との戦いはこれからだ。まずは何とかして陣地を包囲している先兵部隊を撃破しよう。やったさてさて、なるほど、会議室はこっちに移してもいいのかな。結構そこ狭いっすよね。じゃあまずゼセルさんから。トラニさん、最近また物がなくなる気がするんです。私が隠しておいたジャガイモも何者かに。それはこれってひょっとして例のスパイの仕業なんでしょうか。それはそうと、デインバリオンもできて陣地の中は安全です。しかし戦いはこれから激しくなるでしょう。そこでトラニーさんに兵士が傷を癒すための救急セットを作ってほしいんです。救急キットと木箱、そして椅子を一つずつ並べておいて救急セットを作ってください。木箱、椅子、救急キット、もしガラスが必要なら素材の砂は城の地面にあると思います。雪をどけて探してみてくださいね。ほう、救急セット、救急セット、トリマ受け取り、よし、いい加減作業台も移してあげなくちゃ。石の作業台は魔力の推奨が必要だったんだ。そして飾り壁、縄文、これは欲しいかな。結構鉄のインゴット使うな、2個ぐらい。はい、そしてかがり火、いいね。石材と石炭で作れるから油がいらない、これは嬉しい。20個ぐらい作っちゃおうかな。さあ、そして木の椅子、何個か。食堂って作っておいたっけ。木箱、はい、お、そして救急キット。でもその前にちょっとアイテムがいっぱいだから一旦しまって、混乱を直す、混乱使ってくる敵が出てきたら使いましょう。ステーキ、ガイアの剣はしまっちゃって、よし、救急キット、ガラスと薬の葉、草糸、よし、じゃあちょっくらこれを外して。王様は寒そうだからこれ置いといてあげようかな。うむ、あい、わかった。こうすごい王様が焼かれてるみたいになってますけどまあいいや。置くならどこがいいかな。手当てしそうな場所、この辺りか。じゃあまずは箱を置いて、救急キット、そして椅子、お、救急セットできた。へえ、おお、狭いですね。よし、私のような影の薄い女のために救急セットを作ってくれたんですね。私感動しました。救急セットがあれば傷を負った兵士が自分の判断で椅子に座り体力を回復します。なるほど。ただ戦いの最中に倒れた兵士は自分では救急セットに行けませんので、トラニさんがベッドに運んでくださいね。それはそうと、例のスパイの話ですが、
私、考えれば考えるほど気になってしまって、物がなくなるのもそうなんですが、夜な夜な魔物と話している兵士の姿を見たって噂もあって、ここだけの話ですが、私は案外ジロームさんが怪しいと思います。あの目は絶対何か隠してますよ。何の証拠もなく。私はこれからも調査を続けます。トラニさんもスパイには気をつけて。そういうやつが一番怪しいんだぞ。うん、なるほど。で、噂のジローム爺さん、なんかこうちょっと城が基本的に狭いせいか視点が近いな。救急セットはそこそこ置いた方がいいってことか。なるほど、ガラスか。よし、一旦これは中止して、ガラス、あれ、砂がないだと。砂は確か地面から取れって言ってたな。お、土だー、走りまくれ、砂が出てくるかも。意外とないな。中かな。はいはい、チョイスレイ。どこかになかったかな。畑近く。土は出てくるけど、ああ、あったあった。これって主人公が向いてる方向を見るんだっけ。そっかそっか、俺が操作間違えてたのか。ほい、おおお、あるじゃん。よし、砂ゲット。ガラス作れるだけ作って。オッケー。じゃあ救急セットも作れる当てができたし、あとはどうしよっかな。ジロムじいさんやらないと。かがり火を置かないと。肉も焼かないと。食堂はやっぱり作った方がいいよね。でも食堂っぽい部屋がないんだよな。空き部屋、トイレ、ここが手当てするところ。やはりここでもな。宿屋兼食堂的な感じありましたっけ。お、交代の時間だ。異常ありません。すごい、じいさん、あのベテランでもその兵士たちの役割を忘れないみたいな。なんかじいさん、なんか剣すごくない？あ、鋼の剣か。ガイアの剣むしろ持ってないんか。はい、よし。鋼の剣のことすっかり忘れてて。まあ強い方がいいよね。よし、じいさん、カービルダーめ、相変わらずニコニコと物を作りよって、なんともけしからん。時にビルダーよ、わしが言ったありがたい言葉を覚えておるか。戦争とはすなわち食料の確保。そこでお主には料理をするための部屋を作ってほしいのじゃ。なんと気が合いますね。でもなんか昔、戦争で怖いのは裏切りじゃとか言ってなかったっけ。部屋にレンガキッチンと収納箱と井戸を一つずつ置いたお城のキッチンを作ってくれ。井戸を一つずつ置く。なるほど。レンガキッチン、レンガで囲い火力を集中させた調理器具。ほほう、なるほど。さあ、お話が渡りに船。まずはレンガキッチン。あれ、焚き火、焚き火、油あるある。そっか、
油運んできてくれる敵が出てきたから結構余裕が出てきましたね。そしてレンガキッチン、焚き火、土、鉄のインゴット、木材、はい、よし。じゃあこのなんていうか、いかにもこう玉座の間に続きそうだけど続かなかったこの部屋をちょっとレンガキッチン的なものにしようかな。縄文、お、でかい。思ったよりかでかくて、そのなんていうかちょうどマス目に入らないっていうか、これはきっと違う時に使うんだろうな。これ今はその時ではないみたいな。うん、じゃああとはこの辺りを区画を整理するとかそんな感じかな。あれ、階段、ここだけ階段なかったんだ。今までよく気づかなかったな。デインバリアは外しちゃって、うん、じゃあここ改装じゃ。よし、ようやくできたかな。うん、さあデインバリアも張ったし整地もした。多分動画的にはこの辺りカットされてるんじゃないかなと思いますけど。お、なるほど。これってさ、ポツンと置くとこういう床のなんていうかな、模様になるけど、つなげておくとちゃんと馴染むんだね。よくできてる。おお、なるほど。最初にまずこの床の模様を出せどうしたらいいのって話だけど、まあいいや。あの右ここだけなんかちょっと色が違うんだけど、めちゃめちゃ気になる。よし、いや別によくよく考えたらここだけ色が違うって何なんだよって話だけど、うん、まあしょうがないかな。こことかもね、なんでここだけ一番上なのみたいな。まあしょうがない、そんなとこ気にしてたらキリがない。よし、じゃあこれでいいかな。じゃあまずは井戸をよっ。お、あれ、これはそうじゃない感、そうじゃない感がすごい。まず土を盛りますで、ちょっと井戸を置くってよくわかんないんだけど、井戸を縦になんか長く置くつもりだったけどそうもいかなくなっちゃったんで、じゃあ土置こうかな。よし、この周りをそもそも土にすればいいのか。そうすれば馴染むかも。いかにもなんか土に直接糸掘ってますよみたいな感じになるかもしれない。これでいいんじゃねっていうところはあるけど、よし、井戸できた。でレンガキッチン、こうかな。お、いいね。空腹で倒れそう。ベークドポテト。でもうちょっとキッチン置きたいな。まずは焚き火を作って、そしてはい、お、あれ、なんとビルドしてるだけでありがたーい。うん、おやっはー、ギガンテスのコンボ、魔力で強化した巨大なコンボ。おほう、レベルのバランスが、あれ魔力って言ってるのに全然魔力関係ない。これか、魔力の水晶と木材、はい、よし、どうぞ。ちょっとでかーい、全然魔力要素ないけど、その持つところに魔力を込めてるのかい。よし、じゃあひとまず新しいキッチンを置いて、すごい、いいぞ。
あとは椅子とか机かな。あとは並べる。それっぽくなってきた感。よし。で、収納箱を置いて。いいね。よし。じゃあ、あとは閉じれば。閉じると言っても、うん、どうしようかな。よし、できた？できた。超大きいお城のキッチン。なんかこうやってさ、完成してみるとすごくなんていうか寂しいっていうか、なんでみんな井戸ばっかり行くの？さすがじゃなーとか言って、わしの求めに応じお城のキッチンを作ってくれたのじゃな。うむうむ、これは良いものじゃ。お城のキッチンがあれば住人が料理を作り収納箱に入れてくれよう。時折確認してみるがよい。時にこの陣地を包囲しておる魔物もそうじゃが、あんな数の魔物どこから湧いてくるのかの。ふむ、倒しても倒しても次々に現れ襲ってくる。これもハーゴンの力なのじゃろうか。陣地も整い敵と戦う力はついてきた。しかしこれからのことはまだまだ不安じゃ。こんな時わしの幼なじみのあやつが追ってくれたら少しは気が収まるのにの。幼なじみ、うん、それはもしかして、あの前にやたら剣を欲しがってたご婦人の可能性あると思います。さあ、新しい依頼も来たけど、なんかちょっと食堂としてはいまいちというか、椅子置けばまあ形にはなると思うけど、なんかこう圧倒的これじゃないか。とりあえず椅子を追加で、あとは鍋かな。熱々鍋でも、熱々鍋、うーん、置き方が違うのかな。鍋って感じじゃないよな。生活家具じゃなくて飾り家具。ポトフ、ポトフってなんだ、そんなの知らないんだけど。ポトフ、まあないものはないんだからしょうがない。食器、食器、土、土から作るのか。他になんか食器代わりになるものないな。しょうがない、貴重な土を使って。よし、お食事テーブル。ごめんね、なんかみんなの分ちょっと用意できなくて。やや、とりあえず、おほい、雑な椅子の置き方。まあまあまあいいや、たまには正面向いて。うん、なるほど。配膳係とかは来るのかな。埋もれちゃう井戸もちょっと気になるよね。まあいいでしょう。雪がしんしんと降ってくるからちょっと雰囲気が合わないのかな。かがり火、かがり火でも置いてお茶を濁すか。お、あれ、超大きいダイニングに変わった。ちょ待って、お城のキッチンじゃなくなっちゃったんだけど、いいのかな。まあいっか。あとは壁掛け松明的なものの方が雰囲気が出るかも。壁掛けランプ、これだ。はい、うーん。さあ、というわけでなんとかね
明かりを置きまくって華やかにしたつもりなんだけど、確かに食事はできそうにはなってきたから、うん、よし、やはり生活の明かりってのは大事かなと思ったんですけど、カッペかけランプはもうちょっと作っておきたいかな。よし、さてさて、今回はなんか余計な建築もしてるからプレイ時間の感覚がよく分かんなくなってきたけど、とりあえず飯じゃー、お腹すいたっすとか言って、ちょっと待って、だからさ、これ俺が配膳しないといけないの、そもそもだよ。一個一個にさ配膳するのってちょっと大変だよね。この辺なんか勝手にやってくれるわけにはいかないのかな。ごめんね、なんか食堂作ったせいで逆にみんなお腹がすごいペコペコみたいな、そんな雰囲気になっちゃって、すごい悲しい。お、さてじゃあせっかくお城のキッチンを作ったのじゃ、一つわしに料理を作ってくれぬか。作ってほしいのはポトフじゃ。ポトフがあれば体が温まり、敵と戦う闘志も湧いてこよう。ポトフはレンガキッチンにジャガイモと生肉、そして水を入れれば完成するじゃろう。水はジャガイモ畑の水場からお主が持つ乾きの壺で汲み、レンガキッチンに向かって撒けば入れられる。ほう。生肉は時折魔物の首狩り族が落とすのを見たことがあるぞ。さあ3つの料理素材でうまいポトフを作り、わしにご馳走してくれ。ほほう、水をぶちまける。待って、丸ボタン押しっぱなしが今効かなかった。ここに入れる、ドバッと押しっぱなし。え、ちょっと待って、大丈夫これ。入ったっぽい。大変だな。肉、肉、肉。待って、じゃがいもが少ない。よし、ちょっとなんか雰囲気変わった、色合いっていうか。あー、調理が始まったのか。じゃがいも、収穫実ったな。麦もできたな。ちょっと登れない。これ反対側もできてるかな。うん、種芋とかはたまにランダムで手に入るってわけか。あれ、うん、あー、場所がずれちゃった。よし、さあまだかな、まだかな、もうちょい。もう鍋の蓋を開けて確認したくなるけど、それではいつまでたっても生煮え。さあできたぞ、ポトフを初めて作った。そしてこれを渡すか渡さないか。かー、見事じゃー。かー、ついにポトフが完成したのじゃな。かっかっか、よいぞよいぞ。では早速そのポトフをわしにくれ。いえ、かあ、なんともったいをつけるやつじゃ。気が変わったらわしのところに来るのじゃぞ。かわいそうだ。しかし、はい、おお、うむ、もったりとしてねっとりとして、それでいて上品で、なんとうまいポトフじゃ。食レポ下手か。もったりとねっとりとしてて上品ってよくわかんないぞ。かっかっか、ポトフは体力や満腹度が大きく回復するだけでなく、攻撃力も上がる上、たくさん作ると良いぞ。ほほう。ところでわしが以前話したスパイの話、お主は信じてくれようの。ちっ、またスパイの話か。
スパイススパイスって、あれスパイススパイス違う、スパイスパイって一緒に戦うやつを疑って面白いのか。はあ、面白くてやっておるわけではない。わしは仲間たちを案じておるだけじゃ。トラニー、誰がスパイかなど分かったものではないぞ。リックかアネッサか王様かもしれん。ああ、もしかするとわしの可能性もあるの。知らず知らずのうちに魔物になっておったとか。なるほど、まれになんかありますよね。自分自身がなんか魔物だったってことに気づかなくなっちゃうパターン。お、ジェイさん、どうかしまったのか。なんなら治療室に運んでやるぜ。もし陣地の中に魔物がおるなら、真実を映すというラーの鏡があれば正体を見破れるものをの。ドラクエ2要素出てきた。うん、真実の姿を映すというラーの鏡、いわゆるキーアイテムでございますが、ムーンブルクでは切っても切れぬものがあるかもというところで、うん、ポトフ作るのかなり大変だけど、小麦、何、この麦の矛に、はい、じゃがいも、肉、いけるんか。謎料理気になります、はい、でもポトフも作る。よし、さあポトフを作って、これで鍋が作れる。さあ煮込みの大鍋、はい、これ1個、あー、そっか、今2個作れるけど、これ1個だけ作ってさ、ここに料理入れればみんな幸せになるんじゃねみたいな。外す、うん、煮込みの大鍋でん、うん、まあできてなくもないかなみたいな。置く方向、はい、まあいいか。ここにさポトフ入れたらさ、もったいないよねもったいないよねとか言って、お、上に表示される形式ではないんだ。さあもう少しでできるぞ。お、ハンバーガーだ、やったー。なるほど、いいね。ハンバーガーってそんなにジャガイモってイメージあんまりなかったけど、これだと料理できる。お、じゃがいもと麦、肉と麦、結構料理のパート増えるじゃん。あ、ごめん、間違えた、しまった、水を入れようと思ったんだ。これはこれやらかすのは結構誰もかもやると思うんだけど、ここで丸ボタン押せないのかな、つらい。水入れるの大変。じゃあ小麦、はい、はできない、じゃがいもできない、全部取り出すんかーい。分かってたけど、ちょっと分かってたけど、あとやってないのは、はい、じゃがいもと水だけは無理か、しょうがない、ポトフ。さあ出来上がったのはなんだ、これパスタ、なるほど。そして これなんじゃこりゃ、スライム肉まん、なんじゃそりゃ。スライムの形をした熱々の肉まん、攻撃力アップの効果、結構いいじゃん、意外といいじゃん。間違えた、パスタ、野菜を炒めて絡めたパスタ 40% 回復、ポトフは 60% 回復。パスタ確かに材料的に考えれば、うーん、そんなもんか。ハンバーガー 65% 回復、へえ、なるほど。ハンバーガーとポトフがかなり効果が高くて、パスタとかはちょっと弱めみたいな感じかな。うん、スライム肉まん、なるほど。いろんなアイテムが作れて結構楽しいな。よし、これ入れるのちょっともったいないな、はい、
食べられちゃうんでしょうこれ。まあ、ケチケチしないでしまいながら、あー全部入れよった。そうか、そういうゲームか。うん、どうせね、食べなくたって戦えるんだからいいじゃないかと思いながらも、よし、じゃあちょっとよくわかんないグダグダになっちゃったけど、今回は料理というか食堂を作って、おー、食堂を作って終わりだっけ。なんかもうちょっといろいろやった気がするけど、まあ、ビルドレベル上げたりとかもやったから、まあまあちょっとだけ進んだと言えなくもないんじゃないかなというところで、じゃあ今回は一旦ここで区切っておきたいと思います。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。